K チャンネルのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。今日配信されているニュースがあります。女性質疑心が本日の6時7分に配信されている記事ですね。小室 K さん帰国せずの理由は日本国民への不信感かってね。どの口言っとんねんっていう話ですよね。<laughs> 本当何ですかこの小室 K が日本国民に対して不信感を持っているようなタイトルですけどね。 読んでみると、まあまさにその、そのまま書かれとるんですよね。冒頭の方は、実際のこの、ロースクールの卒業に絡んだ話が出てきていて、就職先が決まっているんじゃないかみたいな話もあるんですけど、中盤あたりから、どうも、小室さんはもう国民に理解を得ることを放棄しまったとしか思いませんっていうね、皇室担当記者のコメントもあるぐらいで、ちょっとその部分からお伝えしていこうかなと思いますね。 もともと、秋メ様は多くの人が納得し、喜んでくれる状況を求めていたが、仮に記者会見を開いたとしても、納得してくれる人はどれだけ増えるだろうかという前置きの後、高知担当記者がですね、小室さんはもはや日本国民の理解を得ることを放棄しまっているとしか思いません。日本では自分の価値は理解されない。それよりも自分の実績を評価してくれるアメリカに続けたい。 小室さんはすでにそういった思いを眞子様に伝えているようです。このまま一度も日本に帰国しないまま、眞子様と結婚する可能性が高いと思われますと。もはや逆切れに近い帰国拒否だが、小室さんが眞子様との結婚強行することはできるのかというところで、まあ次にね、宮内庁関係者が話をしているんですけど、 宮内庁も秋篠宮さまも、まお様には早く皇室から離れてもらいたいと考えているのです。政府は現在、女性皇族が結婚後も皇室に留まれるようにする女性見分け制度を検討中です。この制度の創設後に二人が結婚すれば、小室さんが皇族になる可能性もあります。そうなるくらいなら、まおさ様には早く結婚してもらった方がいいというわけです。 また、マク様は独身のまま公席離脱されるという手段もあります。一旦皇族ではなくなってしまえば入浴行きも婚姻届も提出も自由ですと、宮内庁関係者が語っているんですよね。実はこれ、私も宮内庁の情報ってこういうサイトをやっている関係でいろんな少女様から電話でこんなことを言ってたよとか、こんなことを聞いたよって実は聞くことがあるんですね。その時にその方も 区内庁の記者が、やっぱり早くま子さまには、皇室からいなくなってほしいっていうような話をされてたよってことも聞いたんで、意外とこの辺は信憑性が、私の情報と合致するので、非常に信憑性が高いんではないかなっていうふうには考えています。これ何かっていうと、秩父様が設定したハードルを無視して、駆け落ち込むをするお二人のことも語ってはいるんですけれども、 実際何度も言いますけど、今の行為継承問題が先が全然決まっていない今の現状ですよね。今月7日に有識者会議が幕を閉じますけれども、最後の有識者会議を行うわけですけれども、結局のところ、そこでも論点整理で結論は出ずに、次の世代といいますか、次の内閣とか、そういったところに引き継がれていくとは思うんですけれども、結局今回の有識者会議でも結論が出すことはできないし、もちろん ユ当にね、天自体が結論を出せ場ではないのでね、出るとは思ってないんですけど、どこまで行っても時間はかかる話じゃないですか。だからこそ、その状態で、眞子さまと結婚されること自体が、私は日本にとって良くないことにつながっていくと思っているんですよね。眞子さまはどこまで行ったって、功績離脱したって、旧皇族、元皇族っていう立場であることは変わんないし、本当にね、天皇自体が血縁を大事にされている。 家系なので、地という意味では非常に天皇に近い血筋の方ではあるので、将来的に、例えば何度もこれ言ってる話なんで申し訳ないんですけど、北糸様が天皇になられ、今の順だとなられるじゃないですか、二番目にね。なられた時に、それこそ次の担い手がいないってなった時に、小室圭さんと眞子様のお子さんが生まれていた場合に、そこにも支配の矢が立ってしまうわけですよ。 今はよくたって20年後30年後にさらにまた一旦一般人になられた方の功績復帰っていうのも多分議論されることになるとは思うんですよね。その時に改めて小室圭さんが出てくるって私はね、本当に許せないので、 そもそもそういった危険があるのであれば、さっさと功績を離脱していただかなければ、たまったもんじゃないですよねってところが私の結論。だから本当に、宮内庁の方々にも言いたいんですけど、今の問題を解決するために、孫様はさはっさと離れてくれっていう意味、あの気持ちはわかりますけど、それが結局問題の先送りにしているだけっていうことにも気づいていただきたいなと思いますね。だからこそ、私は何度も何度も言っているわけですけど、 まあ皆さんがどう感じてらっしゃるかはわからないけど私のね、ライブとか動画をずっと見ていただいてる方は、私がずっと言ってることなので、ご理解はいただけるんだと思うんですけども、本当にそういうね、思いがやっぱりずっと私はあるので、なんとしてでもね、この、そもそもこの結婚問題自体が私はありえない話で、K さんがまこさまと結婚すること自体が反対なんですよね。実のところ。 えの、何としてでもそこを阻止していかなければ、絶対にいけないと私は思っているので、そこをね、本当に今、何とかしないといけない。まあ、何とかしないといけないしか言わないけど、言ってないけど、そのために、今からまたニュース話すんですけど、小室佳代さんの遺族年金の不正受給の話、そういったところも一つの切り口として進めているわけですよ。どうもやっぱり先ほど申し上げた通り、結婚の破断っていうのは、多くの方が、 少し諦めムードになっているんじゃないかな。行動に部分も関しても、テレビでもそういったこと全く挙げてこないし、それこそテレビでは結婚に期待するようなことも言っているコメンテーターだとか、著名人もいるわけで、それを見てやはり諦めムードがあるのかな。ただ、彼さんについては明らかにこれおかしいでしょうって皆さんが思っているからこそ、署名が集まってくるわけですけども、やっぱこの部分がね、大きく違う点かなと思いますね。で、今ね、もう一つご紹介したいのが、 週刊女性プライムネット版ですよね。これ12時24分、今日の12時24分に配信されているニュースで、マンゴ様、アゼン、小室圭さん、母が2番目の男との2000万円差しゅう疑惑というところでね。まあ内容は遺族年金不正受給の話ですわ。まあ私も何度も言ってますし、篠原さんも何度も何度もライブで言ってる話うんですよね。 で、A さんだからこれって、長金士の話だと思うんですけどね。正直これ私の見解ですけど、今、遺族年金の不正受給の疑惑って、二人の方との疑惑があるじゃないですか。一人は長金士の方と同棲していたっていうところでの、まずは疑惑と、もう一つは元婚約者の方の金銭のやり取りが実際あって、かゆさんからは自分は事実婚として認めてるような発言もありつつ、それを口外すると、 遺族年金が受給できなくなってしまうから、それをこの二人だけの話として進めていきましょうっていうような悪だみの話もね、出ていますよね。だからその二つの疑惑があるわけですけども、どうもここの話によるとね、長金賢の同性に当たる部分の話をされているんじゃないかなっていうふうに推測はできるんですよね。 事実婚の認定は非常に難しいっていうのは、私も何度も言っていますし、その根拠っていうのは何かっていうと、厚労省だとか、日本年金機構、年金事務省、横浜市職員共済組合、この4つにね、電話をして、状況の方は確認させてもらってるんですよね。 これが実際、不正受給に当たるのかどうか、認定はできるのかどうかっていうところで話を聞いて、まあいろいろとね、これはおかしいんじゃないかって話もね、含めてさせていただいているんですけど、その話をいろいろ聞いた結果として、私がたどり着いた答えは、遺族年金を立件するためには、年金事務所と横浜市職員共済組合の調査が必要なわけですけども、じゃあその調査を行うにあたっては、 本当に物的な証拠がない限り言ってみれば100%詐欺に当たるなという確信が年金事務所並びに共済組合が持てない限り調査はしませんという意向なんですよね。 本当に今、週刊誌とかでメールのやり取りですとか、小室圭さんが発表した文章で、その文章をもとに十分調査ができるだけの情報ではあると思うんですけれども、その情報ではなくて、出所がきっちりとしている情報、それを身元がきっちりとしている人が持って、 で行かない限りはそれを証拠として認定しないということもはっきりと言っておられたのでそこの部分がねない限りは調査をすることは難しいんではないかなっていうところが今の私の見解なんですよねだからこそそれはおかしいだろうっていうところで今のある証拠証拠だけで十分調査ができるって私は思っているので国民の力を集めて何とか年金事務所強制組合を動かすことができないかなっていうところで署名活動をやってい その辺りのりこととを、ね、ずっと書かれていました、ねまあ、正直、週刊誌でこの程度のことを今更変えても遅いだろうとは思いますよね。本当に篠原さんもそうですし、私もそうですし、すでにもう今月の頭にはも,うもちろんもう分かっていた話だから。 ゴールデンウィーク明けにはもうたどり着いていた答えなんでね、そのあたりを今更書いてもどうかなっていう、遅いんじゃないかなって気はするけど、まあ逆にそういう話をね、少しずつ出してもらって、より多くの人に知ってもらうという意味ではいいんじゃないかなと思って。まあだからね、結局のところ、小室圭さん、 自身が、行方不明の状態になっていますけど、まあ一部では日本に戻ってきてるとは言ってますよね。ただ、代理人の上柴弁護士はそれを完全に否定しているわけなので、いくらなんでも日本に戻ってきてるわけがないと思うんですよね。自分の担当している弁護士が言うってことは、よっぽど確信がある話ですからね、本当に戻ってきてる、本当に今はもう日本にいるんではないかなっていう話も、私はガスだと思います。やっぱりそうに関しては、弁護士が話している言葉の重みっていうのがあると思いますので、そこはまだ、 アメリカにいると思うんですよね、まあ、どこにいるかは分からないですけども、記事でもありました通り、日本ではやはり人間不信というか、まあ、どこまで行っても自分しか見えてない彼ですからね。国民が 自分の何に対して反対しているかっていうのを理解しようとできない人間ですからね。だからこそ本当に自分が悪いんではなくて日本国民が悪いっていうような思い違いをしている可能性は十分にあることですから、それをもって引きこもっているんじゃないかなっていうふうにも考えますね。もちろん、マこさ様のね、スカイブですとかオンラインでいろいろとミーティングはしているわけですけども、そういう意向が入って、なんとか自分自身が早々に功績を離脱して、今朝の元に行って考えてらっしゃる あるんじゃないかなと先ほど申し上げた通り宮内庁もそれを後押しするよかのようにさっさとこういう人出てほしいって思惑もあるからそういう話になるんじゃないかなと思うんですけどそれでもね私は何としてでもお二人の縁談っていうか結婚自体を何とか阻止したい破談にしたいと思っているんでそのあたりをぜひ皆様にもね今後とも協力していただければなとは思っておりますということでね本日のニュースでした 本日はここまでです。今後も、講室についての情報を、私の独自の考察も交えながらお届けしていきますので、高評価いただけると、動画配信の励みになります。また、通知が届くように、チャンネル登録と合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それでは、またの機会に。